徳島市の中、徳島河畔緑地にある石碑、石関,関西大正元年10月15日は、幕末から明治時代の乱法医、文政13年、数佐国崎中の農家の子として生まれる。養父の儒家、石俊介に君導され、長じて桜順天堂に入り、佐藤大前に乱医学を学び、26歳の時調子で開業。合浜口五の支援で、 長崎に留学、オランダ人医師ヨハネス・ポンペファン・メーデル・ホールドに、最新の医学を学び、調子を去って、徳島藩を塚家の転移となる。慶応4年に1月6日、徳島藩主、八塚仁志博氏の死を見取る。母親戦争には、官軍の王宇出張病院長として、敵味方の別なく、治療に当たる。信ずるところあって、徳島に帰り、一朝一者として、 庶民の診療、首都奉仕などに尽力し、寛大明人としたあれる。明治35年、72歳にして、一年発起し、徳島を離れ、北海道に渡る。原野だった北海道陸別町の開拓事業に、全財産を投入し、広大な赤木城を開く。後にこの土地を開放し、自作の創設を志すが果たせず、大正元年、82歳にして、 副読により自らの命を絶つ。陸別町の道の駅オーロラタウン93、陸別内にある、関関西資料館、佐藤大善の下で、関西が記録した、順天堂下下科実験、ポンペに学んだ、友百七両記事、七新薬は、当時の医学に係る、第一級の資料とされる。順天堂での先駆的な死闘法師、五両が主導した調子のこれら貿易の成功などの、 体験は、若き関西にとって、養父から受けた儒学の素養、人を、生意をなす意に若くはなしとの大前の教え、五寮の、人たるの道への導き、ポンペのヒューマニズム医療教育と、相まって、生涯の生き方の指針となったと思われる。維新に際し、漢族の別なき世良行為は、赤十字精神の先駆とされ、その業績は、西郷隆盛からも高く評価された。しかし、 軍医総関男爵は、造作もない、立場をゆえあって捨て、その後三十四年にわたり、徳島にあって庶民への医療と、社会奉仕に力を尽くした。彼の医学思想と実践は、その著、養生心得そうにも見られるように、養生、運動、医療の総合性を重視した、現代保健思想にも通ずるものと言える。彼の、洋なす社会貢献は、医療を超えて、 一心後の旧武士たちへの救済、各戦役時の傷病兵慰問など多岐にわたった。その局は晩年、全資産を投じて理想の農牧村落を起こす北海道開拓事業への転身であった。やがて目指す自作農創設のため、彼は徳とミロカを通してトルストイ主義に近づき、平等均一の風実現の農地開放へと向かう。 しかし家族との対立などによりそれを果たせず、死を選んで波乱の生涯を閉じた。関西を陸別の地まで訪ねた廊下は、その著、ミミズノダは、ことに、関関西の一章を設け、その人柄を偲んだ。芝良太郎は、小説、古町の夢で、関西を、高貴な単純さは神に、近いと評している。彼が開いた陸別町では、 関神社を祭るなど町の階層として検証されている。関関西御用大神格日本に私学雑誌第48号、第1号著者は語る週刊文春ウェブ。 2 0 1 3 0 2 2 4 h t t p w w w p r e f h o k k a i d o j p k s e i k a t u k s b s b s k b u n k s h a h e n p a r t s 1 1 4 6 h t m l リンク切れありがとうございます。